もう、アッティラの最後の妻。彼女の名は、東ゲルマンゴ群のものであり、ゴート族出身であった可能性がある。プリスクスによるとして、ヨルガネスのゲチカが伝えるところでは、アッティラは、453年に、イルディコとの結婚の祝縁を開いた後、重篤な鼻血を引き起こして、呼吸困難に陥り、渾水状態となって絶命したという。歴史家プリスクスによれば、死の直前、 すでに何人もの妻を持っていた、彼は、イルディコという名の非常に美しい少女と、部族のしきたりに従って、結婚式を挙げた。結婚式の場で、彼は喜びすぎているように振る舞い、ワインを飲みすぎて、仰向けになって寝込んだが、大量の微出血を起こし、普通なら鼻から下る出血が、そのように流れ出ることができずに喉に回って、窒息を引き起こし、彼を死に至らしめた。 こうして、泥水が、戦場に名を馳せた王に不名誉な死をもたらしたのである。翌日、午前中の遅い時刻になってから、何らかの災いを懸念した宮廷の者たちが大きな声を上げ、さらにドアを破って部屋に入った。すると、アッティラはすでに大量の血の海の中で死んでおり、傷はどこにもなく、顔を伏せた少女がベールをかぶって涙を流していた。 一部の著作家たちは、イルディコニーベルングの指輪の伝説に登場するクリームヒルトと結びつけて、イルディコ街としてアッティラを殺し、同族を殺されたことに復讐したのではないかと考えている。ありがとうございます。